皆さんこんにちは、フィリピン不動産 GSR の家村です。今日はですね、おすすめ物件をですねちょっとご紹介したいと思います。ホテルコンドですね。これ非常にねフィリピンでも珍しいので、ホテルコンドはですね、特にですね海外の、まあ、我々日本人のようにですね、海外の人がですね投資するのには非常にこう適した案件がですね、まあ、ホテルコンドなんですけども、なぜかっていうと、ホテルのですねオペレーション会社がですね全部ですね運営をやってくれて、まあ投資家というとこのオーナーさんはですね毎月ですね着金、お金が配当が来るのをもうチェックするだけという、非常にこう手離れがいいというか、非常にこう、不動産の中でですね運営が優しいということで、すごく人気あるんですけども、なかなかね物件がないのないものですから、今回ですねちょっと弊社の方で、抑えてます物件がありますので、こちらをご紹介したいと思います。ダブルドラゴンのホテル101というそういうコンドミニアムになります。まず最初にこれ、まあいつも私の動画で説明をしてるんですが、簡単にまた説明しますけど、まあこのフィリピンのですね不動産投資の成功の秘訣ということですね。まあこれタイムスリップ投資なんですよね。何かっていうと、まあ日本はねもう今、低成長もしくはもうフラット、経済成長がフラット化しているわけなんですけども、かつてはね日本も1960年代70年代高度経済成長期っていうのがありまして、まあ本当にね経済がね、毎年 6% 7% 伸びてたんですけども、それをですねフィリピンはこれからね、あるいは今、まあ過去10年もそうなんですけど、まだねこれから、こういった成長が遂げられるということで、まあフィリピン投資するってことはイコールですね、こういうタイムスリップで日本の高度経済成長の時にね、そういった経済成長を取り込めるというところで、まあ、ある意味すごいブルーオーシャンということが言えまして、そうなってくるとですね、投資もですね、非常にシンプルで、まず投資すべきエリアを明確にすると。まあ、投資すべきエリアですね。それから、信用力のあるディベロッパー。この二つをね、抑えることによって、こういったブルーオーシャンで経済がね、右肩上がりに成長している国では、不動産投資をですね、成功させることができるという、まあ、非常にですね、まあ、シンプルな形になっています。まあ、翻って日本の場合には皆さんもご存知かと思いますけども、やはりね、この、まあ、人口が減っていく中で、その不動産というものも相当ですね、目利きをして、ピンポイントですね、いいものをですね、抑えていかないとなかなか成功しないわけですけども、フィリピンの場合は、これね、多くの人が成功できる、非常にこう、ブルーオーシャンということが言えるわけですね。はい。今日ご紹介する会社、ディベロッパーですね。まあ、今申し上げましたように、ディベロッパーとロケーション。この二つですから、押さえるところはね。はい。ディベロッパー重要です。はい。ダブルドラゴン。こちらはですね、まあ、はっきり言いましてですね、今、フィリピンで一番、上場デベロッパーの中で一番ですね、勢いのあるデベロッパーと言っていいと思います。はい。まあ、フィリピンに行かれた方は、ご存知だと思うんですけども、行かれたことがある方はご存知だと思うんですけども、ジョリービーフーズっていうね、ファーストフードチェーン、ハンバーガーチェーンですね。こちらの、まあ、オーナーがですね、このダブルドラゴンも創業しております。ということで、まあ、そもそもそのジョリービーっていうのはね、もう本当にこう、非常に、もうフィリピンの中でもですね、トップ企業。ですけども、まあ、そこのグループ会社ということであります。そしてですね、今この、まあ、総合ディベロッパーなので、コンドミニアム、そのオフィス、戸建て住宅、工業団地、もう何でもやってるんですね。でも今一番力を入れているのはこのホテル事業です。ホテル事業、この101というね、今日ご紹介する101というね、こちらの事業を一番強化しているわけであります。それからですね、まあ、もう一つね、今力を入れているのはスーパー事業、スーパーマーケットですね。こちらメリーマートっていう会社なんですけど、これは今年の6月15日にですね、フィリピン株式市場に上場して、上場以来3日間、上場からですね、3日間、連続ストップ高を記録している、まあ、こちらもですね、すごい勢いのある、スーパーマーケットチェーンになります。こちらもグループ会社になります。はい。まあ、こういったね、形になっているんです。これ、会社の構造ですね。ダブルドラゴン社。まあ、この、インジアップインベストメントっていうのはですね、こちらがね、オーナーの、まあ、資産運用会社で、まあ、ジョリービーのオーナー。ジョリービーもですね、グループ会社ということになります。で、ダブルドラゴンがやってる事業は、まあ、そうですね。このメリーマートっていうのがね、今申し上げました食品スーパーで、このホテル101がこちらがね、今日ご紹介する、いわゆるホテルコンドですね。こちらの事業。それから、ショッピングモールをやっていたり、あるいはですね、オフィスビルというのをやってますので、まあ、総合ディベロッパーになります。はい。ダブルドラゴン社ですね。はい、2009年12月9日設立なので、まだ本当にね、新興の新しいディベロッパーなんですけども、すごい勢いがあります。このファーストフード、フィリピン最大のファーストフードチェーン、ジョリービーのグループ会社と。
今ですね、現在ホテル事業を強化していまして、スーパー事業にも進出、メリーマートは1200店舗ですね、まで持っていくと、2030年という話があります。はい。それからですね、IPO、まあ、このダブルドラゴンですね、まだ IPO してからですね、2年足らずで、まあ、時価総額ね、1000億円を超えるというね、ことで、非常にこう勢いのある、最も勢いのあるデベロッパーというふうに私は思っております。はい。まあ、やってる事業もね、このようにも本当に、まあ、不動産に関わることをですね、すべてやっているという形でしょうかね。はい。これ見ていただければわかりますけども、はい。まあ、総合デベロッパーなので、まあ、日本で言えばですね、三井不動産とか三菱地所とかね、そういった形でのような会社でありまして、まあ、いろんな、不動産に関わる事業をほとんどね、全部網羅しているということです。で、こちらがですね、実際のこの、コンドミニアムになりますか、ホテルコンドになりますけども、はい。部屋数が606ですね、ありますということで、まあ結構ね、大きなホテルになります。はい。そして、場所。はい。二つ目の重要な、デベロッパーとね、もう一つ重要なのはこのロケーション、場所っていうことを申し上げましたけども、フォートボニファシオグローバルシティ、BGC って通称呼ばれてるんですけど、まあフィリピンに行かれた方はわかると思いますけど、まあ正直フィリピンの中で一番、綺麗だし、一番近代的な街、地価もですね、まあ一番、まあここと BGC とマカティ、まあ地価も一番高い。まあフィリピンの本当に中心中の中心。まあロケーション的には、まあ、もう非常にこう、なんですかね、申し分ないということが言えます。で、ボニファシオグローバルシティはどういう街かって言いますと、これはもう本当にね、これ、まあ行かれた方はわかると思いますけど、フィリピンでは本当にこう、グローバルスタンダードのフィリピンの中ではね、本当に、一番グローバルスタンダードに近い街です。ハイクラス。それから、まあ、セキュリティもしっかりしてますし、まあ、フィリピンはね、よく、雨季はね、洪水になったりする、地域によってはですね、その下水設備とかの問題で、洪水になったりすることもあるんですが、こちらは全くその心配もありませんし、まあ、ジプニーっていうね、フィリピンの公共交通機関です。こちらの、ね、入場規制なんかもあるので、非常にこう、なんかペデストリアン、もう歩行者だけのね、ストリートもあります。各国の駐在員とかですね、まあ、日本の方もそうですけども、一番人気があります。まあ、これ一つの理由としては、まあ、インターナショナルスクールとか、まあ、日本人学校も含めてですね、こう、お子さんを通わせる学校がね、まあ、ここに集中してるんですね、BGC ですね。はい。で、緑も非常にね、多く残してある、まさに最先端の街、フィリピンの最も最先端の街です。はい。で、こちらが、まあ、実際のこの街のね、区画なんです。もうこういったね、基本の、5番の目型にね、欧米のね、街のような5番の目型にね、綺麗にね、区画整理をされております。はい。で、まあ、ここに書いてありますように、グランドハイアット、まあ、5スターホテルがあったりですね、あと BPO、オフィスゾーンというのは、まあ、ビジネスプロセスアウトソーシングですね、フィリピンの一大産業、コールセンターとか、システムのね、アウトソーシングとか。まあ、こういったところのオフィスもあります。それから商業ゾーンというね、これもフィリピンで一番おしゃれな、ブティック街、まあ、まあ、なんていうんでしょうかね、ストリートですね、このハイストリートっていうんですけども、こちら、ブランドもんだったり、おしゃれなカフェだったり、レストランだったりがこう並んでいて、まあ、車が入ってこない、本当にこう、遊歩道の、ストリートになっています。そんなのもありますし、高級コンドミニアムもありますし、このインターナショナルスクールですね、こういったものもあるということで、まあ、非常にですね、街としてすごくこう、綺麗だし、最先端。治安もいいと。まあ、フィリピンのベストタウンと言ってもいいかなと思います。はい。まあ、ね、この写真見ていただくと、このような形ですね、なっておりまして。もともとですね、これ軍用地だったんですね。軍用地をですね、まあ、民間がですね、この土地を払い下げを受けて、200ヘクタールですね、の土地をワンオーナーで、開発しましたので、非常にこう、ですから区画整理とかね、5番の目のような区画整理とか、非常にこう、なんですかね、街づくりをきちっとですね、行っているということですね。で、まあ実際にオフィスもあり、住居もありですね、学校もあり、カフェとかレストランもありということで、まあ住んでもいい、住むもよし、仕事をする場もあるという、そういった場所ですね。これがですね、左側が元々のこの20年前のね、BGC。これ何にもなかったんですね、このような形で。はい。で、ここに区画整理をして、このような形で区画整理をして、今現在は右側ですけども、このようにですね、高層ビルが立ち並ぶ。まあ中に入るとね、緑もね、しっかりあったり、その遊歩道があったりして、すごくこう、ゆったりしてる部分もあるんですけども、まあ、外から見ると、こうね、もう、都心の、まあ、ど真ん中というところです。そういったところに位置しているホテルコンドミニアムになりますので、まあ、需要もですね、十分にあるとい
ということは言えます。それから、まあ、不動産開発、まちづくりで重要なのは、まあ、当然インフラ開発ということになるんですけども、まあ、フィリピンの場合には特に交通インフラですね、が重要でありまして、まあ、今ドゥテルテ政権の最重要政策というのがビルドビルドビルドリンクリンクリンクというまさに交通インフラを作っていくというところなんですけども、その中のやっぱり目玉がですね、この一番左側のメガマニアサブウェイですね、鉄道ですね、これ国際空港から、北のね、旧首都のケソンシティまでこうどんね、南北にね、伸びるこの鉄道で、ここ当然 BGC ですね、を通っているところですね。はい、それからさらにですね、その都市内の交通としてはこのスカイトレインとかですね、マカピーシティサブウェイとかね、こういったまあ東京でいうと山手線のようなね、こういった鉄道の開発なんかも、進んでおりますので、まあマニラは渋滞っていうのがね、一つの大きなまあボトルネックになっているわけですけども、こういったねインフラが整備されることによって、そういった渋滞も解消されて移動の時間もスムーズになってくるということになります。でこちらは BGC のですね、写真なんですけどね、ハイストリートってこの一番上のね、こちらがね、本当にこう、ここ車入ってこないんですね、車入ってこない、本当遊歩道になってまして、両サイドにね、こう、ブランド物のお店であったりですね、カフェであったりとかね、レストランとかね、あるんですね。はい。で、その後ろ側にはこうオフィスビルなんかもあると。で、こんな感じですよね、まさに。こう車入ってこないですから。本当にね、環境も素晴らしいと、ことが言えます。で、あとね、日本食レストランも結構進出してまして、サボテン、私も、まあ、サボテンとんかつ好きなんですけども、サボテンとかですね、もありますし、はい、丸亀製麺とかね、日本食もありますので、日本人の方でもですね、まあ、日本人の駐在員の方もね、お子さんがいらっしゃる方ほとんどここに住んでますので、まあ、そういった日本食も充実していると。それからこういったね、バーとかカフェね、はい、こういったものもね、おしゃれな、お店がたくさんあります。あとですね、企業なんですけど、まあ、その商業、ビジネス街でもありますので、もちろん。で、特にですね、フィリピンの場合には、この BPO、ビジネスプロセスアウトソーシング。最近はね、ナレッジプロセスアウトソーシング、KPO とかとも言うんですけども、もともとはコールセンターとか、割と単純なシステム開発の受託とかですね、そういったところからスタートしたんですけども、最近はですね、さらにですね、ちょっとこう、バリューの高いですね、例えばそのデータ分析だったりですね、AI を使ったデータ分析だったり、ですね、あるいはその、まあ、英会話学校なんかもそうですよね。オンラインの英会話学校とかね、フィリピンが一番、世界で一番マーケットを取ってるんですけども、そういった、まあ、BPO ですね。こちらがですね、フィリピンの主要産業でありまして、まあ、BGC はですね、そこの中の、その企業を誘致している、まあ、一番多く誘致している場所の一つなんですけども、例えばですね、まあ、こう、そうそうたるですと、欧米の企業ですね、JP モルガンとかね、Google、Facebook。まあ、IT 系とですね、やっぱりこの、やっぱり BPO ってのは基本的に IT をベースにしたビジネスなんで、やっぱこの IT 系ですね、Google、Facebook のようなね、ものとかですね、あとは金融ですね、モルガン、JP モルガンね、はい、アクセンチュアとかね、これ私、フルスなんですけど、アクセンチュアなんかも結構大きな、オフィス構えてますし、ユニビーバーとかね、まあ、そうそうって世界のですね、特にアメリカですね、アメリカ、まあ、世界のっていうかですね、ほとんど、まあ、世界の時価総額のトップ10ってほとんどアメリカの会社なんで、まあ、そういった意味ではですね、アメリカのですね、大手企業がですね、こぞってこう、オフィスを構えているのがこの BGC と、こういうことになるわけですので、まあ、そういった意味では不動産の価値も高いということになります。あとですね、フィリピン証券取引所。これがね、BGC にございます。はい、金融の中心地でもあります。他にですね、何があるか、まあ、このハイストリートってのは先ほどのですね、遊歩道のある商店ですね、それからセントルークスっていうフィリピンで一番ね、医療技術の高い病院。まあ、日本人の人もね、こういうとこ使っています。あと、モールもありますし、あと、三越ですね。三越伊勢丹。これがね、BGC に開業します。はい、証券取引所はインターナショナルスクールと。ということでね、まあ、施設も非常にね、様々なね、機能が充実しているということですね。こちらがですね、まあ、野村不動産と三越伊勢丹さんが、フィリピンのですね、大手デベロッパーのフェデラルランドとジョイントベンチャーで作るこの、施設ですけどもね、はい、ショッピング商業施設とコンドミニアムということになります。でこちらも BGC に開発がされます。それからファイブスターホテルですね、これもシャングリラ、それからグランドハイアット、アスコット、こういったものがね、ございます。それからですね、ホテル、まあ、今回ですね、ご紹介している物件はホテルコンドなので、基本的な収益、ホテルの、ね、収益がね、ホテルの収益が皆さん
オーナーさんのその、なんですか、配当というかですね、収益になってきますので、まあ、当然そのホテルの需要、ホテルの、ビジネスがですね、ここでどういうふうになり立つのかっていうところが重要なんですけども、まあ、基本的にですね、今後フィリピンでも一番最先端の街なので、そのホテル需要っていうのはですね、まあ、当然もうたくさんあるんですね。はい。まあ、このコロナが明けた後はですね、多分リバウンドで相当ですね、お客さんが戻ってくるだろうと言われています。そんな中でですね、5スターホテル、どちらかというとですね、ここ BGC とですね、高級志向というか高級路線なので、5スターホテルはですね、結構充実してですね、シャングリラグランドハイアットアスコットで、まあ価格的にはこういった価格帯なんですけども、意外とですね、差はさりながらやっぱりこうオフィスもたくさんあるので、ビジネス需要もたくさんありますし、まああと観光客もね、たくさん泊まるんですけども、この、いわゆるこのビジネスホテルっていうんでしょうかね。はい。まあ、星の数で言うと3スターとかですね。3.5 とかぐらいのホテルが少ないんですね。はい。F1 とかセダとかあるんですけど、ほんと少なくて。この5スターの方は結構充実してるんです。このビジネスクラスがちょっと少ない。まあ、そんな中で今回、今日ご紹介しているこのフォート101ホテルですね。これ、このちょうど10供給が少ないこのビジネスホテルのですね、価格帯。で、運営をしていきますので、まあ、相当のね、大きな需要が見込めるんじゃないかな、というふうに、まあ、思われているわけですね。場所は、このようにですね、BGC。まあ、BGC なんですけども、まあ、この通りを挟んでちょうど反対側、ここ、まあ、橋がかかってまあ、まあ、歩いてですね、この、マーケットマークとか、SMO とか、まあ、行けるわけなんですね。はい。近く近隣にあるのはこのマーケットマークというショッピングも大きなショッピングモールですね。それとかこの SMO だね。これオフィスと商業施設がね、組み合わされているんですけども、そういったものがすぐもう至近距離にございます。これですね。はい。これが実際のホテル。で、この道路挟んで、ここがマーケットマーケット。マーケットマーケットのショッピング。ここが SMO ですね。はい。がありますと。ということで、もう歩いてもすぐですね。はい。のところにございます。ので、まあ、立地はもう申し分ないと言っていると。まあ、アメニティもね、普通にもう、まあ、必要なもの全部あると。こういったね、もちろんジムとかね、ありますし、カフェとかね、会議室とか、まあ、もうすべてね、必要なものは揃っているということになります。部屋の間取りとしてはですね、21平米ですね。まあ、ビジネスホテルとしてはですね、十分な広さなんじゃないかなと思います。でですね、こちらの101、ホテル101っていうのはですね、この、まあ、ダブルドラゴンの、ね、一番力を入れているビジネス事業でございまして、この、まあ、今日ご紹介しているのはこのフォートのね、物件。まあ、これ、立地的にはね、この都心のど真ん中っていうんで、もうこの、これからもね、101どんどん作っていくんですけど、まあ、一番いい立地だと思います。はい。で、ここ、乾き、まあ、もうすでにね、このマニラの物件はもう、稼働してるんですけども、で、まあ、都心で行くと、このフォート。これが、まあ、最後かな。まあ、ダバオも、まあ、都心、といえば都心なんですけど、やっぱマニラと比べて全然サイズが違うんで、まあ、大都会、マニラの物件としてはこれ、今回のこの物件が最後。ただその後ですね、展開してのどちらかというとですね、このパラワンとかボラカイとかセブとかね、まあ、リゾート仕様のものをこうどんどん展開していきます。はい。ということですね。で、ですね、まあ、で、今、そのコロナ禍、当然コロナ禍なので、その海外、そのね、その行き来っていうのは制限、まあ日本もそうです。世界的に世界中、その、いわゆる国際便っていうのはすごい移動制限がありますので、なかなかその、もちろん観光客とかもね、今、ほとんどいない状態なんですけども、まあ現在ですね、さわさりながらですね、このマニラのすでにもうオープンしているこの101ホテルね、これ今現在ですね、まあ4月ですね、コロナになってからですけども、それでもですね、稼働率なんと 90% を超えてます。はい。でこれはね、海外からの観光客はもうほとんどいなくなっているので、あれなんですけども、結局、はい。これはですね、やっぱりこの都心の、マニラのですね、都心のですね、いい場所っていうのは、そこで働く人がたくさんいますので、で、あと、かつ逆にですね、今、そのフィリピンの中でも、まあ、郊外からマニラに来たり、マニラから郊外に行ったりっていう、その、やっぱりこう、移動制限が結構あったりしますので、まあ、そういった意味で、その企業はですね、社宅じゃないけど、まあ、なんですか、従業員、その都心で働く、そのオフィスで働く人のための、まあ、宿泊施設ということでね、企業が、使ったりしてるということもあってですね、まあ、こういったコロナ禍でもですね、90% 以上の稼働率を保ってるということですね。やはり、立地がね、いいので、都心のど真ん中の立地がいいところっていうのはですね、まあ、その観光客だけじゃなくて、様々な需要があるので、ある意味ですごく、何か、ね、こういった、今回みたいなコロナとかですね、何か、そのあって経済
リセッションになってもですね、そこを補う需要があるというのが、まあ、こういったものを見るとですね、わかりますね。はい。それでですね、利回りなんですけども、まあ、これはですね、当然、このホテルコンドっていうのはですね、基本的にですね、こう、オーナーの人の部屋全部をね、まとめて、それでホテルオペレーターが運営をして、そこで上げた売り上げ、それから利益。で、売り上げを上げて、まあ、諸費を引いてですね、残った利益をそのオーナーの人全員でですね、分配すると。で、これ基本的にはその広さに応じて、スクエアメーター、広さに応じて分配するという、そういう形ですので、ですから、普通のコンドミニアムの場合には、テナントが、ね、入ってれば家賃がありますけど、テナントが入ってなければ家賃はないんですけども、このホテルコンドの場合、いいのはですね、そういったゼロはないです。ですから、もう常にですね、その、なんですか、季節とかによってね、当然そのホテル需要が高い時期とか低い時期とかもあったりするので、まあ、毎月一定額ではないんですけども、基本的にはその毎月ですね、安定した収益が入っていると。で、特にこの物件の場合にはですね、リゾート物件ではないので、あまりその季節変動もないと思うんですね。基本的にはですから、ここに出ているようなですね、数値、この稼働率、そのホテルの稼働率によってその収益、利回りも変わってくるんですけども、まあ、先ほどね、今のコロナ禍でも 90% ということで、その前のコロナの前もですね、まあ、90% ぐらいの平均稼働率で回ってますので、都心の101はですね。ですから、まあ、大体この80%、90% ぐらいを年間平均で稼働率はまあ多分維持できると思うので、そういった意味で、これネットですよ、これ。税引き後の。はい。ネットの利回りで相当高い。もうフィリピンで今、普通のコンドミニアムだと大体ネット利回りは高くて 5% ぐらいですので、まあ、倍ぐらいですね、の利回りが期待できるということになります。支払い方法もですね、結構ですね、こちらのね、ダブルドラゴン社はですね、すごいフレキシブルとか、まあ、すごいいい支払い条件をね、提示、まあ、してるんですけども、まあ、もう、他には絶対ないのはですね、これ来年末がですね、一応この完成なんですけども、通常完成時にですね、全額支払いっていうのが、まあ、フィリピンの、コンドミニアムの支払い方なんですね。こちらですね、引き渡しが始まったら24回払いなんですね。24回払い。はい。24回払いできるんですけども、24回ってことは、来年の末にはこの物件できますので、ですから、できた、完成して、もう収益が上がってくる。完成すると、この収益が上がってきますね。皆さん、オーナーの方ね。賃料、ホテルのね、利益が分発されるんですけど、そういったものがね、出てきても、た後もですね、まだ支払いを続けられるってことですね。ですから、完成後もですね、まあ、約1年間ですか、分割が、で払っていけるという。これちょっと画期的な支払いから、ちょっと他にはないんですよ。ないんですけども、ということになります。もちろん一括で現金で払うと 10% の割引になります。そうですね、5%、全額をですね、24回の分割払いというのもできまして、その場合 5% の割引と。で、それ以外にですね、頭金 0% プランと、頭金 5% プランというのがございます。はい。ということですね。まあ、この場合、この2つの場合には残金をこうやって払っていくわけですけども、まあ、融資もですね、可能です。はい。ですので、まあ、そういったところもね、まあ、融資を使ってっていうことも、こちらの物件の場合、可能になって、まあ、フィリピンの銀行ですけどね、はい。ということでございまして、まあ、このダブルドラゴンの、まあ、このホテルのですね、記事なんですけども、まあ、稼働率が今、年間平均 88.4% ってことになってますね。はい。で、2020年までに5000室を作っていくと。まあ、フィリピン中にですね、展開していく。それから、まあ、ホテルなので、やっぱり集客はね、重要なんですけど、まあ、このダブルドラゴン社ね、先ほど冒頭でご説明しましたけど、まあ、上場もしてますし、まあ、時価総額もね、ちょっと高い、フィリピンで一番ね、勢いのあるデベロッパーで、まあ、ジョリービーフーズともグループ会社ということで、まあ、資金的に非常にね、まあ、要は資金的に非常にですね、まあ、累託な資金を持っている会社ですので、この海外での販売、シンガポール、香港、中東、日本、ロンドン、まあ、こういったところにもね、セールスをどんどんかけていって、集客をしていくということなので、かなりの高い稼働率がやっぱり予想できると、こういうことになります。はい。まあね、booking.com とかね、Expedia、こういったところからもですね、表彰されております。で、まあ今回ですね、まあ19部屋をですね、弊社の方で押されているんですけど、まあこれ順次ね、今どんどん売っておりますのでね、ちょっとね、今日現在の、残数ちょっと今、チェックしてないんですけども、まあ結構ね、人気がありますので、ご興味がある方、ぜひですね、お問い合わせをいただけたらと思います。
はい、ということで今日はですね、このホテルコンドミニアムのダブルドラゴンの101、ホテル101をご紹介したんですけども、なかなかね、こういったホテルコンドで高収益で高リッチのものってなかなかというか、もう多分今ないですね。僕が知ってる限りはないので、まあもしかするとこの、都心のど、マニラの都心のど真ん中のこのホテルコンドっていうのは、でですね、こういったその、なんですか、そのデベロッパーもですね、非常にこう、基盤のしっかりしたデベロッパーがやってるものっていうのは、まあ、もう、そうそう出てこないと思いますので、ご興味がある方はぜひお問い合わせいただきたいと思います。それでは今日はどうもありがとうございました。